こんばんは。なにこれ。1個目の方のなんかすごい呪文みたいなやつがすごい。呪文ですか。こんばんは。跳ねてる。外跳ねです。私外跳ねが最近はちょっとお気に入りです。私はこの間のね、瀬戸内 PR 舞台の時も外跳ねにしたんですけど、ちょっとだけ今自分の中で外跳ねブームなんですよね。今は巻紙よりかは外跳ねの方がいいかなっていう時期です。こんばんは。そう、なんかこのぐらいの髪の長さだと外跳ねもいいなという感覚ですね、感じですね。理想はもうちょっと短めで、あとじゃちょっとだけ短くて外跳ねがいいかなって思うけど、でも今の長さぐらいでも全然いいのかなって思っているんですよ。かわいい。本当？やったー。でもすごいタコさんウインナーみたいでかわいいって言われてるんだけどさ、どう思います？うん、でもタコさんウインナーってかわいいね。うん、でも確かにかわいいわ。タコさんウインナーすごい好きだったもん私。かわいい、かわいいわ。ありがとう。それはもうとてもとても褒めてくれていますね。田辺さん、とうとうありがとう。こんばんは。みんな笑うんじゃない、みんな笑うんじゃない。炎上さん、タコありがとう。このタイミングでタコ。金持ち先生似合う、ありがとう。ヒラリンハットさん、唇ありがとう。こんばんは。遊びに来たよ、ありがとう。今日はですね、七並べのランキング発表をちょっとまあしようかなって思っているので、まあそれはもう少し人が集まってからしようって思っているんですけれども、初見の方こんばんは。ブレイクラインさんこんばんは。初めまして。最後まで見に行ってくだ、見てください。こんばんは、ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。エスベンさん、タコありがとう。あーちゃん、ハートありがとう。こんばんは。こんばんは、皆さん、こんばんは。 STU オフィシャルが何ですか？どうしたの？パンちゃんこんばんは、こんばんは。焼肉弁当だったの？焼肉弁当はこの間の話かな。ジョジョ園弁当いただいた、ストーチ PR 舞台の時にいただいたやつ。あ、インスタライブ今なんかやってるんですか？インスタライブ。こんばんは皆さん。昨日ですね、
プレゼントをいただきまして、ありがとうございました。いつもファンの皆さんから届くプレゼントいただきましてありがとうございました。そして私今日朝にファンレター、昨日もらった、その一緒にもらったねファンレターを読んだんですけど、泣きましたね。私は泣きました、朝から。ありがとうございます。もうね、もうなんて言うんですか、本当にもう私ね、毎度毎度なんですけど、私ファンレター読むときね絶対泣いちゃうんだよね。なんかファンレターを読むとこう皆さんのファンの方の何かこの活力というかにこう慣れているんだなっていうことがすごい、そういう実感がすごくできるんですよ。手紙読んだらなんかそういうのとかをね、すごいその実感がファンレター読むと湧いてきて、もうとてもとても感動させていただきました。ありがとうございます急にこれ出てきた。ありがとうございます。そう、ね、もちろん送ってくれるだけでももちろん嬉しいんですけど、ファンレター送ってくれるだけでも嬉しいんですけど、やっぱ長ければ長いほど私はなお嬉しいかなっていう感じですね。すごい読み入っちゃう。もちろん送ってくれるだけでもうありがたいですけど。こんばんは。皆さんさ、プレゼント送ったことあります？自分の推しとかにプレゼント送ったりとかしたことありますか？どうですか？でも多分今ショールームを見てくれている方は多分そのアイドルがこの48グループ STU とかが好きな方だと思うんですけど、そう、48グループプレゼント送れるじゃないですか。だから送ったことこんばんは、たまにある、こんばんは。でもない方の方がでもやっぱ多いのかな。どうなんだろう。送るのが趣味。おお、なるほど。でもそれはすごくね、ありがたい、ありがたき、ありがたきですね。ありがたき。こんばんは、落語の舌打ちです。キスにゃめ。それ前もなんか聞いたな。それ前も聞いたな。ありがとう。そうね、プレゼントはまあそうですね、送ったことない人の方がまあ多いよね、きっと。なんていうの、多数派ですよね。じゃあ皆さんファンレター送ったことありますか？自分の推しにファンレターを書いたことはあります？ないですか？なんかプレゼントよりかはファンレターの方がなんか送りやすいよね、やっぱ。アンケート取りますか？じゃあファンレター書いたことある方1、書いたことない方2、プレゼントと一緒に送る。まあそうだね、プレゼントね、もらうときね、大体お手紙入ってます。そうだね。でもさ、書いてもさ、なんか納得いかなくて結局の送らないみたいな
こととか結構よくあったりしますよね。こんばんは。1がファンレター書いたことある人だよ。どうかな。5 4 3 2 1。いや、あ、書いたことない人の方が多いんだ。なるほど。書いたことある人が 39%。 圧倒的書いたことない人の方が多いね。そうか、そうか、そうか、そうか。じゃあちなみに書いたことある人は私に書いたよって人1で、あ、私じゃないよって人は2で。もしかしてみんな、ね、逆かと思ったよね。私もさ、結構みんな書いたことあるのかなって思っていたから、意外とみんなかなり熱量ないと書かないから、ああそういうもんなのか。そうか。5 4 3 2 1。はい、 50.2% の人が私に、私じゃない人に書いた。なるほどね。惜しい、惜しい。そうか、ぜひファンレター待ってます待ってます。あの、私にもぜひファンレター待ってます。感動のファンレターを待ってます。私実はね、書いたことあるんですよ、ファンレター。誰に書いたかというと、実はあの AKB48 の、これ前にも言ったことあるかもしれないですけど、あのチーム8の、 あの倉野なるみさんがまだチーム8に入る前に、あのモデルさんのお仕事をあのしてたんですよ。で、私その時からすごいファンだったんです。私もよくその雑誌とかを買ってて、その小学生とか中学生が買うようなあの女子中学生とかの雑誌で、そういうのとかに載ってたんですけど、そうで、その時に実はあの、そう、倉野なるみさんに送ったことがあったんですよ。紫電会さん、はじめまして、はじめまして、はじめまして。そうで、実はあの会ったこともあって実はね、あ、でちなみにそのファンレターはですね、ファンレターの中にその当時流行っていたあのプロフィール帳、女子の中ではよくプロフィール帳っていうものが流行ってたんですよ。あのね、なんか相手に渡して自分が持っているプロフィール帳を相手に渡して、相手に書いてもらうっていうプロフィール帳っていうのがその時は流行っていて、そのお手紙の中にあのプロフィール帳を入れて送ったんです。そしたらなんと帰ってきて、その なんて言うんですかね、その小、そのモデルさんのなんか送ったら帰ってくるみたいな、そういう仕組みみたいなのがあって、そう、そうなんですよ。なんかね、そういうのがあるんですよ、帰ってくるっていう。いい仕組み。でも多分この
その時はもう私はそれが普通だと思ってたけど、でも今実際にこうアイドルってさ、そのファレタもらってもさ返すことはできないじゃないですか。まあ、気持ちは返したいけど、気持ちは返したいけれども、そうだから、でもその時は私はそれが普通ではないけど、なんかでも帰ってきた時の感動はすごくて、帰ってきたって思って、そしたらプロフィール帳も書いてくれてたんですよ。畠山さん、初めまして、初めまして、初めまして、お宝でしょ。そうなんですよ、実はあのね、あのでもこれを、これ絶対あの、そう、そんなことがあるんですよ。もうね、本当に嬉しかった。だからプロフィール帳ってどこで買えますかって、あで今売ってるのかな、プロフィール帳って。どうなんだろうな、普通にあのあれなんていうの、イオンとかにある子供のなんか文房具屋さんみたいになるじゃないですか、小さい子たちがよく行く文房具屋さんみたいな、そういうところとかにプロフィール、でも売ってるの見たことないかも今とか。そう、文具コーナーとかにでもあるのはあるのかもしれないですね。でも今の人子たちはやってるのかちょっとそう分かんないけど、あ、そうなん、そう、私がもうね小学生ぐらいの頃だったかな、多分それ出したの、小中学生ぐらいの頃、いや小学生か、小学生の頃だ。実は出したことがあって、その当時私はニコプチっていう小学女子小学生が読むようなニコプチっていうあの雑誌があって、私それがすごい大好きで、そう、それで多分そういうのとかで多分見てすごい好きになって、そうやって送ったりしたんですよね。でなんかそのブランドのイベントみたいなのが福岡であったんですけど、それのモデルさんを、そう、あの倉野成美さんがしてて、そのイベントに行った時にあの実は会ったんですよね、その時に。話ではないけど見た。あ、全然あの本当に倉野成美さん、私がこう一方的に好きだったし、全然そういう覚えてるとか全然そういうの本当にないと思います。あの本当に私がファンだったからっていう、そうなんですよ、実は実は。すごくあの人気だったから、いろんな人からあのファンレターとか多分あの来てたと思うから、私なんかそんな全然覚えてるとかそういうのじゃないと思うんですけど、でも実は私はそうだったんです、そうだったんですよ。やっぱさ、皆さんはさアイドルだからさ知ってるみたいな感じだけど、私はその時代の時知ってて、なんか本当にすごい変な感じすごい変な感じ。すごいすごいよね。認知とかはもう全然そういうのはされてないです、本当に。私も今多分初めてレベルで、なんか前にちらっとショールームで言ったことあったかなって思うけど、でも全然初めてレベルで今言ったから、うん、
なんか子さんとかじゃなくて普通に好きだったんですよ。そうなの。そうなんです。あ、だよねだよね、前にそうなんですよ、いつか結構前に話したことあると思うんだけど、でそんなこともありましたね。ありがとうございます。なんか本当にプレゼントファンレター、嬉しい嬉しいです、本当にありがとう。皆さんってさ、プレゼントを推しのために買いに行くんですか？わざわざ買いに行く人とかいるんですか？プレゼントを買う、推しにプレゼントを買うためにわざわざこう行くみたいな、なんですか？それともなんかお買い物してる途中に、あーなんかこれ誰々ちゃんに似合いそうって思って途中でなんか買うのか。そう、わざわざさ、あ、やっぱそうなんですか、そのために買いに行く。こんばんは、こんばんは。なるほどね。皆さんやっぱその推しのために買いに行くんだ。なんかそう思うと本当にありがたいですね。こんばんは。すごく店で迷って店員さんにいとこに買うとか言って、そう、ああなるほどね、いとこに買うって言うんだ。いや、そうだよね、そうだよね。なんかたまにあれですよ、なんかすごいさ、やっぱ通販で買ってる人も多いのかなって思うけど、なんか可愛いさ、ブランすごい可愛いブランドのお洋服とかさもらったりするんですけど、あのお店に買いに行くってなったらさ、なかなかね勇気いりますよね。だってもしお店にさ直接買いに行くってなったらさ、でも通販がやっぱ多いのかなとは思うけれども、え、プレゼント送ってくれたの、ありがとう。こんばんは。あ、お店はハードル高いっすなんだやっぱり。あ、やっぱそうだよね、一人ではさすがにさ入れないよね。まあそうだよね、なかなか勇気のいることですね、それは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。初見です、うたちゃんありがとう。こんばんは。彼女用って言います。なるほどね、彼女用に買い、さあそういうことか。何か言われた時には彼女用に買いますっていう風にちょっと嘘をついちゃうっていうことですね。
こんばんは。なるほどなるほど。炎上さんラブレターありがとう。テクテクさんハートありがとう。エイヒロさんアイスありがとう。文兄ちゃん、まことくん、金持ち先生かわいいありがとう。安部さん星ありがとう。ウニさんラブレターありがとう。こぎつね37さん花束ありがとう。こんばんは。彼女みたいなもんでしょ。まあでも確かに皆さんからしたらそうだよね。自分の推しは、あでもそうだ、それじゃあ別に嘘ではないかもしれない。ファンレター書くの緊張する。あでもちょっとなんかその気持ちわかるかもしれないな。私なんか緊張して書いてると、おやこれで本当にいいのかって思って何枚も書き直して結局出さずに終わるっていうのがファンレターのもう特徴的なやつ、特徴的なやつです。それがひ孫に買いますっていうの、ひ孫に買いますっていうの、ひ孫すごいですね。ひ孫、ひ孫さんがいるんですかって。ぜひぜひ皆さん送ってほしい。私はもう泣いて読みます。嬉しいです。そしたらこんばんは。もうねやっぱファンレターはずっといただいていたので、加入してからプレゼントはさ昇格してからだったけど、ファンレターはずっともらってたからもうすごい溜まりました。いっぱい溜まって、もちろんさプレゼントもなんですけど、もうたくさん皆さんからいただきまして、もうなんかさ本当アイドルってさ皆さんから応援していただいてるのに、していただいてる上で上にまプレゼントまでもらえるのかっていう、そんな気持ちですよ本当に。だってさ普通に考えたら考えられないことじゃないですか、そんなの。だからもう本当にもうこれからもちょっともうありがたみを忘れずに、もう感謝の気持ちを大切に使わせていただきます本当に。ありがとう。お金持ち先生かわいいありがとう。こげつね37さん花束ありがとう。こんばんは。みんなコメントしてね。でも今から七並べのランキング発表をするよ。だからちょっと待っててね。じゃあメールの写真手がなくて不気味だったん？ああれかお化けのやつですか。あれはわざとですもんね。あれはわざとですもんね。だってあ
よし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 、じゃあ誠くん、かわいい、ありがとう。みなやまみのぞうさん、くま、ありがとう。それではね、今日は七並べのランキングを発表するんですよ。皆さん、前回が52回だね、先月の分なんですけど、第52回推しメンイベントを発表します。こんばんは。じゃあまずさ、38位までは私の口で言うので、お見逃しなく、違う、お聞き逃しなく。ちょっと読めない漢字がありましたら皆さんに質問しますね。100位コジヤスさん、99位スープマイスターさん、98位放浪中さん、97位火加減よしおさん、96位なりすまし、なりますかっぱさん、95位、95位、キキンさんかな、キキンさん。94位片安しかあやかさん、93位シーマさん、92位イグジットのババちゃん、91位ヘギオさん、90位ハーナさん、89位瀬戸内魚類連合さん、88位ピータさん、87位荒木さん、86位一岡一番歩みは永遠さん、85位グリオさん、84位カズイさん、83位アーさん、82位ユウイチさん、81位マーさん、80位スマホさん。ありがとうございます。ありがとう。ちなみに読み方ちゃんと合ってたかな。ちょっと1名ちょっと怪しい人がいたけれども、待って、合ってそう。はい、では79位、お、幸福幸福香港で合ってる、幸福香港時代革命さん。78位 ST 優香さん。77位NO アットマーク元気出し店長さん。76位まことくん2さん。75位ポチローさん。74位 STU 箱押しかりさん。73位あやぱんがかわいいさん、ありがとう。72位うさやさん。71位たにさん。70位ひなのさん。69位せいみさん。68位けすらすらさん。67位かずぽんさん。66位えりさん。65位まさきさん。64位りゅうりゅうさん。63位よしくん。62位ななこさん。61位三連覇さん。60位モカロアットマーク餃子さんです。ありがとうございます。ありがとう。わー、続いて59位しげさん。58位かいちゃんです。57位こげつねスリーセブンさん。56位ソロピさん。55位パラツーさん。54位マーニーさん。53位おもちだあんこさん。52位ユアットマークデータさん。51位セノさん。50位シュウちゃん。49位アンフォアギブンさん。48位田辺さん。47位あやか春のパン祭りさん。46位ゆうきゅうさん。45位はじめさん。44位ヒョムさん。43位高根城主にゃん吉ジュニアさん。42位デフォルトさん。41位グロムさん。40位奇跡の秀吉アットマークユーリブさん。39位スリルさん。38位福田パンアットマーク都庁職員さんでーす。ありがとう。ありがとう。お、トロさん、チラだって。どうも、チラ。じゃあ、次37位
37位からです。37位ミキミキさん、あ、そう、37位はですね、私のオーディション番号で、まあラッキー、これなんて言うんだ、ラッキー番号、ラッキーナンバー、ラッキーナンバーだということで、パンのシールを実は貼っていて、これ何パンって言うんだろう、見たことあるけど、この美味しそうなパンですパンをじゃあこの37番の方にはプレゼントということで、ありがとうございます。36位がアットマーク悪い人さん、35位星野正樹さん、34位あきぽんさん、33位の方あだりさんであっていいかな、あだりさん、32位マツくんさん、31位カフェフオレオレンさん、31並べナミエイトくん、29位カスケさん、ありがとうございます。これはパンですね、普通の、多分あの味がないシンプルな感じのパンだと思います。これありがとう。ありがとう。お、ありがとう。ありがとう。次は28位。じゃん。28位スギアンさん、27位ブン兄ちゃん、26位グランドスラムさん、25位ドラゴンリングインさん、24位あやかりんさん、23位ようさんさん、22位水色の水星頭く7センシズさん、21位しばしばさん、20位リリさん、ありがとうございます。リリさんで、いや合ってるよね、そうだよね、うん、リリ以外にない、逆に何もない、ありがとうございました。ありがとう。はい、では次は19位からの発表です。19位、ロマロケ地球人さん、これ見えてるよね、ちなみにさっき見えてたよね、ちゃんと光大丈夫ですか。18位アットマークあやばみんさん、17位さよっちょさん、16位サンタロウさん、15位市原さん、14位さとぴさん、13位たなべっちさん、12位鈴木さん、11位ポテチアットマーク DD さんです。ありがとう。私と同じ名前の方がいるわ、ありがとう。ゆきさん、ありがとうございます。はい、ではトップ10の発表です。トップ10、トップ10の皆さん、10位ともにーさん、ありがとうございます。ありがとう。9位せいじアットマークカレーパンさん、ありがとうございます。はい、あざます、はい、あざます。そして8位かずっちゃとマークあやぱみんさん、ありがとうございます。はい、7位はまことくん、ありがとうございます。で6位えんじょうさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。5位ライゾさん、ありがとうございます。
で4位がクレセージアットマークあやぱみんさんです。ありがとう。こんな感じですねありがとう。ありがとう。ちょっとね、前髪は気になるからちょっと直していいですか。ありがとうございます。はい、では第3位、第3位はでん、みつさんです。ありがとう。第3位、第3位です。ありがとうございます。3位、ありがとう。はい、次は2位、2位はでん、やすべさん、ありがとう。やすべさんは2位です。ありがとうございます。今回頑張りました。ああそう、ありがとうございます。こちら2位を讃えます、讃えます。ちょ、日本語わかんない。ありがとうございます。そう、銀、銀銀銀銀メダル。そして第1位はでん、でん、あーちゃんでした。あー、おめでとう、おめでとうございます。1位のこちら金メダルとなっておりますね。ありがとう。強すぎる、うん、強すぎますね。ありがとうございます。素晴らしき1位、素晴らしき1位ですね。ありがとうございます。それでは本日の表彰台、こちらの3名の皆さん、表彰台にお上がりください。チャラーン絶対この音楽違うな。こういう時ってどんな音楽なんだろう、表彰台って。チャラーンはあれですね、何これ珍百景だ表彰台、こちらの3位入賞の方、おめでとうございます。はい、とても喜んでおられますね。ありがとうございます。確かにそうだ、笑って、あのガキツカのやつですね。ガキツカ、あ、ミラーボールで
ミラーボールが来た。チャラーンってさ、確かにそうだ、それがきつかん時になるやつだね、アウトの時。ということで皆さんありがとうございました。52回推しメンイベントランキングでした。鈴木アウト。じゃあ終わりますね。ランキング発表ありがとう。でね、すごくね、私ね、皆さんに聞きたいことがあるんですけど、皆さんに人狼ゲームのルールを教えてほしくて誰か私に人狼ゲームのルールを分かりやすく教えてくださる方はいませんか？それなんでかというと、昨日高崎あゆ子でお仕事があったんですけど、そう、昨日ね、その時にワードウルフを4人でしたんですよ。で、私ワードウルフ初めてやって、まあすごく難しかったんですけど、すごい楽しくて、で、あの人狼ゲームもね、あの人狼ゲームはっていう話にもなったんだけど、私やり方が分からなくて、なんかいつかもしかしたらさ、隠れ家とかでやるかもしれないじゃないですか、人狼ゲームを。そしてその時に私ルール分からなかったら大変だから、ちょっとね、皆さんにね、分かりやすくルールを教えてほしいんですよ。私に人狼ゲームのルールを教えてください。誰か、あ、私ね、あのちょっとの知識あるんですよ。あの人狼と市民と、あとはなんだっけ、なんだっけ名前が出てこない、名前が出てこないわ。人狼と市民と、あ、騎士とかがいるっていうのだけ知ってるんですけど、それ以外は何にも分からなくて、皆さん教えて。こんばんは。あ、そうだ、占い師とかもいるね、確か。あ、霊媒師とか。こんばんは。多分人狼ゲーム聞いたことあるけど、ルール知らない人って多いんじゃないかなって思うんですよ、多分見てる皆さんの中にも。だから誰か教えてくれる人がいたらいいのになって思ったんですけど、でもこうやっぱりショールームで説明するっていうのは難しいのかな、どうなんだろう、どうなんですか。最初に誰にもわからないようにカードを引く。で、自分の役職を知るみたいな感じだよね。こんばんは。うまく嘘をつくゲーム。やりながら覚えるのが一番。そうなのか。え、これは結局どういうもんなんですか。人狼に殺されないようにするっていう、ゲームだよね。市民は人狼同士はお互い正体を知っている。あ、そうなんだ。人狼はじゃあ何人かいるっていうことなんですね。難しいね、これは。難しいんだわ、きっときっとこれは難…あのね、すごいさっきから鼻がかゆいと思った。髪の毛がついてた。
YouTube とかにあるかな。こんばんは。 YouTube で見たらいいですか、珍道ゲーム。調べたら出てくるかな。私でも一回ね結構前に見た気がするんですよね。でもね分かんなかったんだよね。やり方が分からなかったんですよ。人狼ゲームちょっとマスターしたいなって思ってね。 STU もやっ、あ、え、乃木坂さんのがある。そうなの、そうなの。46時間テレビの動画を探す。あ、それでやってるってことですか。じゃあちょっと見てみようかな。こんばんは、こんばんは。人狼ゲームの、ちなみに昨日やったワードウルフはあのねそう、昨日はそのまあ STU のスペシャルサポーターっていうファンクラブよりもなんかもっとなんかすごいやつのスペシャルサポーターっていうのがあるんですけど、それに公開されるまあ動画をまあ撮ったんですけどね。その時にワードウルフをやったんですけど、あのねめっちゃね怖くなっちゃったんだよね私もなんかね怖くなっちゃった本当に。昨日ワードウルフやって、高崎愛子でやったんですけど、あのねなんかね怖くなってしまいました。とてもとても怖くなってしまいましたね。あの普通にあのマネージャーさんがお題を作ってくれて、4人中1人だけ違うあのお題っていう、でその誰かを、それが誰かを探すっていうやつだったんですけど、もうなんかね嘘に嘘を重ねたりするから、もう全然意味が分からなくてそうだからもうねもう怖くなりました本当に。うん、だね、嘘に嘘を重ねるの本当にでもそれがワードウルフの醍醐味というか、だから誰かが分からなくなるんでしょうけど、でもなんかもう怖いねあのゲーム。プチオさんこんばんは、こんばんは、ありがとう見に来てくれて。怖いよ本当に。私でも楽しかったから、そうあのすごいねめっちゃ笑ったんですけど、心の中ではねもう怖いって思ってたなんだかこのゲームすごいぞ、なんだか怖いぞって思ってた心の中では。人狼ゲームのだけ、そうなんだ。じゃあ人狼ゲーム私無理だなきっと。そういう系ゲームはちょっとじゃあ やっぱやりたくないかもしれないポーカーフェイスって何ですか。そうなのか、面白いけどなんか怖いな。こんばんは横になった医者表情が出ない、ポーカーフェイスって表情が出ないってことか。
私出ますね出ちゃいますね。出てしまいます。私はポーカーフェイスではありません。私はね、昨日さ、昨日のワードウルした時に愛子ちゃんに言われたのが、なんかもうあやぱんはもう逆にどっちかわからんって言われましたなんかもう下手、なんか下手そうだ。どうしたの急に、わざとなのか本物なのかわからん。そう、逆にね、わかんないって言われました昨日。まあでもその真相はね、あのスペシャルサポーターで公開されま、あのいつか公開されるらしいですので、らしいですということです。パンちゃんは真面目すぎて多分人狼ゲームには向いてません。真面目ではないけどね、別に別に真面目ではないんですけど、でもやっぱね、強い人は強いじゃないですか。そういうのって、そういう人には絶対に勝てないよね。なんであんなに強いんだろうな。強い人って強いよね。もうなんで匠の技。私はそういう、なんかそういうのにね、勝てないんだよね。最初に追放される。僕は毎日嘘のキャラ演じてるから多分強い。どういうことすごい興味ある。それ毎日嘘のキャラ演じてるの。何何、言葉で揺さぶられた表情。あー、でもそれめっちゃ分かるかもしれないね。私はそういうタイプです。駆け引き得意じゃない、得意じゃないもうそんなことしたらね、私のね、もうなんか全てがもう出てしまいますね。ポロッとなってしまいそう。そこで、こんばんは。息をするように嘘をつける人は強い。おー、なるほど。そういう人いいよね。なんかそういう人ってすごいさ、よくないですかよくないですか。信用、まあ確かにね。逆に私が嘘を言ったらやばい嘘言ったらやばい。今までのさ、今まで私が言ってきたこと全部嘘だったらどうします、皆さん。私が今までショールームとかでいろいろ言ってきたことがもし全部嘘だったら、皆さん人間不信になりますか。みんな人間不信に
なるかい？人生終わるだって。泣く。もう誰も信じられなくなる。それはない。皆さんご心配なくだって。いやいや、わかんないですよ。わかんないですよ。もしかしたら、もしかしたら本当かもしれないし、それはね、わかんないですよ。人生何があるかわかんないですか。わかんないですからね。人生何があるかわからないですからね。とか言っちゃって とか言っちゃって、もうそんなんだったらもう私も、もう私も怖い、私も怖い。それはもう自分に自分が怖くなっちゃうね、それは。こんばんは。本当は本当は嘘つくのうまいとか。そうかもしれませんね。こんなこと言ってる時点でさ、もうダメだよね、私は。もう皆さん何が何なの、嘘なのかもう分かんなくなってきてるよね。嘘って怖いよね、なんか本当に。実は人狼のプロ。いや、ルール知らん、本当にルール本当に知らないですよ。もう嘘すぎて本当にもう分かんなくなってきちゃってる。もう私は本当にもうこのままです。このままです。こんばんは。え？人は一日100回嘘をつくらしいよ。それは嘘だ。それは嘘だね。100回はないよ。だって100回はないよ。100回って多すぎない？全部一日全部嘘ついてる。ずっと嘘ついてることになりませんか、それ。毎日一日1回だったら毎日もう嘘の世界じゃない。それはもう嘘すぎる世界じゃないですか、そんなの。1日100回嘘つくんだったら、それ毎日ってなったら
もうじゃあこの世の中は全部嘘の世界ってなっちゃうよね。あでもあるかも、あるかもね、それそんなこともあるかもしれないです、もしかしたら。そんなに喋らないね、確かにそんなに喋らないよねそんなに喋らない、私もそう、私もね一日全然喋あの一言も喋らずにショールームがあの初語の時とかあるもん。そういう時大体声低め、最近声低めで、こんばんは。そう、そんな喋らないよね。特にさ一人暮らしとかだったら、あのお仕事とかない時とかだったら、もうだって喋らないじゃないですか。ってこと、こんばんはね。でも私もすごい独り言増えた、私もすごい独り言増えたんですよね。なんか最近になってすごいよく思うんだけど、私独り言増えたなって思って、すごい。やっぱ一人暮らしとかしてるとそうなってくるのかな。うん、めっちゃ独り言ね最近言ってるなって自分でちょっとね分かってきた。なんか例えばさテレビとかでさ、例えばなんですか衝撃的な、あの なんだろう、例えばなんかよくあるじゃないですか例えば賞味期限何秒の食べ物とかそういうのとかあったりするじゃないですか。そういうテレビが結構衝撃的なさ感じの、そういうのとかだったら「えー!」とか言っちゃう、一人で「えー!?」「何それ?」とか言っちゃう。あとはやっぱあの鈴木強化計画の動画をあの撮ってる時はめちゃめちゃ独り言言ってましたずっと無理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 ってずっと言ってた。本当にもう無理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 ってずっと一人で言いながら撮ってました。ああれね、なんかあの萌え台詞とかそういう時、はっはっはってやりながら撮ってましたね。もう呼吸が正常にできなくなるんですよ、そういう時って。大きな呼吸を吸わないとしないと。メイキング映像あったら怖いでしょ誰も撮ってない。そうなんですよい
ろそろ終わります。キルスさんバラありがとう。じゃあランキング発表するね。13位キッチンさんありがとうございます。12位ブンニーちゃんありがとうございます。11位クレ星人さんありがとうございます。10位マッツくんさんありがとうございます。9位ラブリーホーテートさんありがとうございます。8位ウニさんありがとうございます。7位田辺さんありがとうございます。6位ギルスさんありがとうございます。5位お金持ち先生ありがとうございます。4位炎上さんありがとうございます。3位みなやまみのぞさんありがとうございます。2位まことくんありがとうございます。1位はやすべさんありがとう、ありがとう。1位おめでとうございます。よし、じゃあ終わります。じゃあ明日は金曜日ですね。金曜日最後の平日なので皆さん頑張ってください。明日も頑張りましょう。ありがとうございました。バイバーイ。